前節の敗戦により降格圏まで勝ち点1差の15位に順位を下げたヴァンフォーレ甲府。対するは前節連勝を5で止めたものの好調をキープする7位ガンバ大阪。ここからさらに上位へ順位を上げたいところ。後部甲府はクリスティアーノが今シーズン初のスタメン落ち、またインドネシア代表イルフォン・イルファンがリーグでは初めてベンチ入り。対するガンバはオージェソクが負傷し、ディフェンスラインには米倉が入っています。そして岡崎が今シーズン初のスタメン。試合は好調ガンバのペースになるかと思いきや、8分の甲府細かくボールをつなぐと石原、甲府一筋のベテラン石原、思い切りのいいシュートはディフェンダーに当たってゴール。甲府が先制します。1点ビハインドとなったガンバ、反撃は10分、倉田がウサミとのワンツーからシュート。さらに21分、パトリックが落としたボールをウサミ、しかしここは青山のブロックに阻まれます。前半多くのチャンスを作りながらゴールを奪えなかったガンバ、ところが後半始まってすぐの48分、ウサミ、嫌な流れを断ち切る豪快なゴールで宇佐美今シーズン6得点目、ガンバ同点に追いつきます。追いつかれた甲府はクリスティアーノをピッチへ。すると57分、阿部翔平のパスからクリスティアーノ、早速ゴールに迫ります。それでも流れはガンバ、66分フリーキックのチャンス、遠藤のシュートは壁を越えられませんが、レフェリーのジャッジはジルシーニョのハンド、ガンバ PK を獲得します。これを遠藤落ち着いて決め、今シーズン4得点目、ガンバが逆転します。その後も試合を優勢に進めたガンバは80分を過ぎて宇佐美と遠藤を下げて逃げ切り体制に。ところが87分の甲府、山本秀臣のロングシュート、豪快なゴールで同点とすると、さらにその1分後、今度は阿部翔平、リーグ247試合目にしてプロ初ゴール。劇的な展開で甲府が逆転。しかし試合はこれで終わりませんでした。アディショナルタイムのガンバ、押し込んだのは倉田、諦めなかったガンバ、執念の同点ゴール。合計6ゴールが飛び交う壮絶な打ち合いとなった一戦、結果は3対3のドローとなりました。